おぉ、すげえ、力が。はい、どうもパニクールです。今回はですね、ちょっと緊張しております。このボックスなんですけど、よくパーツなんか入れたりとかするのに使ってる箱なんですけども、今回は中に入ってるものがちょっと違いまして、何が入ってるかと言いますと、はい、巨大なスッポンでございます。うち田舎でして、たまにこういうのは いるんですけども、先日偶然捕まえました。で、こいつがまあすごいでかくて、甲羅の長さ、この長さがですね、だいたい30センチぐらいありまして、重さを測ると、3.1 キロありました。今日は普段はですね、オートバイのことばっかりあげてるんですけども、私普段料理もするんで、今回はこれをさばいていこうと思います。ちょっと威嚇しております。なかなかの迫力です。伝わるかな。まああんまり近づくと危ないんでね、一旦蓋をします。この元気なままやる自信がないので、氷水でですね、ちょっと仮死状態というか冬眠状態にして、それからさばこうと思います。スッポンはですね、去年も一回捕まえまして、自分でさばいて料理したことはあるんで、まあもっとちっちゃかったんですけどね、なんとか頑張ってやっていこうと思います。で、今日はですね、こんだけ大きいとですね、普通のお鍋みたいな作り方のスッポン鍋をするとあまり美味しくないみたいなんで、なんか大味だとか硬いだとかいろいろ評判を聞くんで、でも一方で、スッポン大きい方が美味しいっていう人もいまして、で、それはどうも、京都の丸鍋っていうやり方ですかね。で、作ってるスッポン鍋にするとすごく美味しいみたいです。で、頑張ってそれを作ってみようと思いますんで、で、ただですね、すごく時間がかかって、1時間以上、下手すれば2時間ぐらい煮込むことになると思いますんで、なかなか長丁場になりますけども、よろしくお願いします。あとですね、さばくところが出てきますんで、血が出たりとか内臓とか、編集で消すかもしれませんけども、まあそういうところもありますね。苦手な方は、ちょっと飛ばしていただいた方がいいかなと思います。では。今氷を投入しましたんで、しばらく冷やしてちょっと動きを良くしたいと思います。本当ね、これぐらいになってくるとパワーがすごくて、持つのも大変でした。さあ頑張ってやってみます。ちょっと鈍くなったとはいえ、すげえ、力が。よいしょ。あったあったあった。ちょっと、首回りを。ちょっと倒して、止めて。おお、すげえ力だ。俺の もちろん、うん、今ちょっと角度変えたよ、うん、声消してよ。私もうまく消せるかどうか。えじゃあ、まあ、とりあえず行ってみます。待って、怖い。でも私見られない。ごめん、無理や。
棒が硬い。賃貸のアパートのキッチンでやるレベルのことじゃないですね、これは。血まみれなんで。この辺は一応 YouTube 先生で予習をしながらやってるんですけど、まあ実際にやるの1年ぶりなんでね、うまくできるかなっていうか、サイズがでかすぎて大変。関節にうまく入らないとこれ切られないんだ。で、食堂を取るけど、で、食堂がこれ。断ち切るだけで大変だな。あ、皮抜けちゃった。
でかい。で、すでにもう手がプルプル。見てないのですかね。
で、胆のうですね。なんか胆のう腫とかで飲んだりするらしいんですけど、その勇気が湧いてこないんで、今回は何もしないかなと思いますけど、息を取っときます。これ心臓ですね。まだ動いてます。そしてこんだけ大きいと心臓もでかい。もう歯がボロボロだ、いきなり。肝臓ですね。これでかいな。あんまり美味しそうな色に見えませんけど、これめちゃくちゃ美味しいです。で、あと気をつけないといけないのが尿袋なんですが、尿袋の場所がよくわからない。これは抜けといて、で、これ油ってやつですね。これなんか刺身とかで食べたりする場所。でかいな、どれもこれも。研いだばっかりの包丁がもう歯がボロボロです。白子ですね。白子ですね。もう今までお寿司食べたことないんで、どんな味なんでしょうね。すごい美味しいっていう噂は聞いたんですけど。さて、これも清掃の一部かな。尿袋がどれかよくわからんな。あ、白子や。尿袋があったら嫌なんで、こっち今日入れます。キッチンが血のみになっております。で、今日なんか料理店に行ったら、これ多分灰かな。灰なんかもね、あのなんか料理したら食べるらしいんですけど、よくわからんので今回はパスです。で、腸は食べます。よいしょ。で、エンペラを外します。包丁がもう全然切れない。すげえな。
扉もでかい。で、こっちから行った方が分かる。で、ここに骨があるから、かもしれない。骨がついてる骨盤みたいなものがあるみたいな。入れへんな。入った。よし。基本食べないとかいう話なんですが、なんかでかいんでここの肉だけ、出汁を取るのには使えるので、この辺からしますかね。こんなものが出てます、これはモザイクものですね。で、分かれた。で、ひとまず。で、本当でかい。これはここを先切っとくといいな。切っちゃって、意外と綺麗に取れたかな。手がちょっと残っちゃってる。はい。で、ここはよく刺身にする肩肉ってやつ。ここを
まく切り取れるかな。外して。で、爪を取ります。これ爪取るのが大変やな。結構。意外と途中から綺麗に入った。すげえ肉の量だな。これは適当にばらして、ちょっと唐揚げをご所望なんで唐揚げも切ってみようかなと思います。硬いかな、こんだけ大きいと。てか包丁だもん、本当に切れない。骨もでかいな。こう。行かねえな。それから接続まで。ほんまに賃貸アパートのキッチンでさばくようなものじゃないな。
これか、あ、そういえば、常君を忘れた。ちょっと慣れてったかな、もっと綺麗に関節に入るようになってった。はい、息をある程度バラせました。ちょっとこれは冷蔵庫で冷やすな。で、全部入りきらないんで
鍋は一部ですけどもこういう感じでなっております。で、途中作ってたお刺身セットです。